テレインは GM が製造 GMC ブランドで販売している自動車である。2009年ニューヨーク国際オートショーにおいて発表。フルサイズの GMC アカディアに続く GMC 第2の株であり同ブランドのエントリーモデルとなる。また、ボディオンフレーム型の中型 SUV である GMC エンボイおよび GMC と同じディーラー網で販売されていた。 ポンティアックの中型株であるトレントの事実上の後継車種でもある。プラットフォームは、シボレーエクイノックスやオペルアンタラ、キャデラック SRX などと同じ GM、シータプラットフォームを採用する。エンジンは、当初直列4気筒 2.4LCDVVT と、V 型6気筒 3.0LCDVVT の2種類が用意され、これに6速 AT が組み合わせられる。駆動方式は、 FWD とオードがラインナップされる。2013年モデルイヤーから従来の 3.0L に代わって 3.6LV6 エンジンが搭載される。これにより最高出力と最大トルクはそれぞれ 301HP と272ポンドフィートに引き上げられる。一方で燃費は従来と同程度に止められている。生産は シボレーエークイノックスと共にキャミオートモーティブにて行われている。なお、中東地域で販売されているテレインは、オペルアンタラのリワッチで、北米向けとは別物である。2013年モデルから豪華版グレードのデナリが、新たにラインナップに加わる。デナリは 2.4L と 3.6L、FWD とオードのいずれにも設定され、デュアルフローダンパーで足回りが強化されるほか、 2.4L には18インチ、3.6L には19インチホイールがそれぞれ装着される。外観面では、デナリ専用のクロムグリル、専用デザインのヘッドランプ及びリアランプ、サテンクロムアクセント、サテンクロムモールを施されたボディ同色のロッカーパネル、クロムエキゾーストパイプなどが装備される。内装面では、シート、ドア、ステアリングホイールが、ェットブラックレザーで乾燥され、 マホーガニーの木目パネルがダッシュボードやステアリングホイールに用いられている。運転席及び助手席は8。米パワーシートが装備され、フロントシートバックにはデナリのロゴがエンボス加工されている。また GMC の新しいインフォーテインメントシステムであるインテラリンクが標準装備される。2017年1月、北米国際オートショーにて2代目モデルとして、 発表された。テレインは英語で地域、地勢、地形を意味する。ありがとうございます。